なたを楽園に連れて行ってあげる。あなたは男の子？それとも女の子かな？名前は？私、ミュウ。つらい、苦しいってあなたの声、聞こえたよ。だから、メビウスに連れて行ってあげる。嫌なことは、全部忘れちゃえ。願いは何でも叶えてあげる。在校生代表祝辞。在校生代表2年以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、卒業生代表答辞。卒業生代表3年4組響健介。はい。在校生代表祝辞。在校生代表2年2組。以上、在校生代表による祝辞でした。続きまして、新入生代表答辞。新入生代表1年1組響健介。はい。気づいちゃいましたか。残念ですよ、先輩。どうした？死ぬ。おいおい、なんだよ。ほう、まずいな、あいつ。無理もねえよな。卒業おめでとう。なになに？事件？逃げ出したいのはこっちよ。あの人も見えてるんだ。ねえ、僕ら見つめ合って夜空を駆けてゆく。泣かないで、君の目に。悲しみのレクレーション、どんなに壊れても君を抱きしめてあげる。ごめんね、
の外は作ってないから、まだ駅には入れないようにしてるの。それに誰も外に出しちゃいけないって約束なんだ。でも記憶は消したから、メビウスから出ようなんて普通は思わないはずなんだけどな。教えてくれれば。うん、だから私なら。何かが…ねえねえ、何もいらない。本当にごめんね。ミュウ、あ、アリア、ミュウ、早くメビウスの輪を解いちゃってよ。メタバーサスに帰るわ。ダメだよ。でき…こら、ミュウ。おいお前、何言ったのか知らねえけど、ミュウがどっか行っちまったじゃん。せっかくのライブを中…おい、こっちだ。お前、落ち着いたか。ほら、逃げるぞ。ああ、危ないところだったな。俺は佐竹翔吾。見りゃわかるだろうが、お前と同じ学校だ。お前も周りの…やっぱりか。入学式のあんたを見て、助けひとまずここをなんとか切り抜けて。仲間って、ユウ以外にもこの世界のこと…なんだこいつは。まさか、ミュウの仲間か。見つけたぞ。行ったそばからこれか。やるしかねえ。仕方ないじゃん。バーチャドールはうまくいく保証はないけど、ユウにかけてみるしかないかも。いい、よく聞いて。これからユウの中から奴らと戦うための力を引き出す。ユウはなんでこの世界に来た。説明してる時間がないの。誰にも理解されなくて、それだけ。そう、さあ苦しむ。もうだ。ほら、周りのこと。あー、ユウレディ。おい、なんだ。それがユウ。さあ、反撃の時間だよ。アリア、サポートよろしく。ユウ、やっちゃって。全力で行くぞ。
いい調子だ。どうやら、うん、大丈夫。さっきのどこ、いきなり何の話かわからねえが、その内側に、ただこの世界では抑圧する必要がない。体という殻を突き破って出てきた黒いドロドロが異形を成したもの。それがさっき襲ってきた奴ら。要するに、そじゃあなぜ俺は現実の存在にこんな世界、そのおかげで、つまり私はそれを語るし、私はたまたま同じ、まあ、うん、人間って私たちにみんなの、私とミュウのもう少しカリアだっけか。うん、安全な場所が学校にあるんだよ。とここが俺たちの隠れ家だ。音楽準備室。この世界じゃ音楽ひとまず仲間、ここが現実じゃないって。そこまで、せっかく、それに私も、俺は構わない。はい、ほら、うん、ようこそ。おかえり、遅かったわね。いろいろあってな、それ。へえ。おお。紹介する。私はカシ。よし。私、まあ、動脈難瘤。そして。ちょっと言う。ああ。そしておかしくない、ミュウが殺せ、ここが現実、お前と落ち着け、落ち着け、もうおっさいわね、こんな誰も気持ち、てめえ全然てあ、小太郎くんの気持ち、そうです、みんなはミュウのち、はっきりしてるのは、うん、私もやり、俺の腹は決まりだ。ミュウにガクシたちのオスティナート、ガクシも言う、つまり、なるほど、よし、そろそろ、じゃあ小太郎様チームはこの校舎から調べてみるとすっかな。ああ、それでいい。はーい、何かあったら怪しまれないと。よWe'll be right back.